YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。いやー、今日気持ちいいですよ。本当に本当に釈迦されましたからね、この間は。はい、まあ喧嘩ではないんですけど、野球というのは本当は喧嘩ではないんですけど、まあ、そんな気持ちでしたね今日は。はい、厳しい対決になりました。最後の手応え、どんな読み、どんな狙い、いろいろあったと思うんですけど、いやもうとにかくツーアウト満塁だったんで、入ってねえんだよこの野郎は。とにかくまあ返すだけの気持ちで、はい、行きました。なんで入ってねえんだよこの野郎は。なんで入ってねえんだよこの野郎は。まあ見えてるというか、そうですね。まあその確信はないですけど、まあ。すみません。皆さんね、今日は冷静にね来ていただきたいと思いますけれども、せっかくね来てくださいましたので、はい、さあレース振り返ってみてどうですか？まあいいレースできたと思います。はい、田中選手と足比較してみて、一緒ぐらいです。はい。すみません。皆さんね今日は冷静にね来ていただきたいと思いますけれども、すみません。皆さんね、今日は冷静にね。さてレースの方を振り返りますと、我々見て本当に強靭な、まあこれよく同業よくあの位置につけて、そして思い切った速度で回したなと思うんですが、道中のその乗っていたのいろいろな感触というのはどうでした？そうですね、もうあんまりうるせえよ。スタートがね良ければねそこそこ行こうと思ったんですけど、まああんまり。まあ、うちブラックシェルが近くにいたんで、まあ、ブラックシェルの出方を見ながら、ね、行こうと思ったんですけど、はい、そうですね、もうあんまりうるせえよ、そうですね、もうあんまりうるせえよ、コーナー裏空気でコントロールします、ファウルです。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。